ポイント獲得です。いやでもどうしよう、バンギ、いやでもアーマーが飽きたら無理だな。トゲキッス、サザン、バンギっていいと思うんですけどね。これがまあ最強だと思うんですね。ギザ、巨で攻撃か。悪いじゃないのよ。特殊型か。いやでもここどうしよう。いやでも大ゲットで行きましょうか。ここあ引っ込める。ただまあここは素早さ上げるって意味でちょっと重要ですね。ここはダイフィアリーでしましょう。電撃、え、びっくりした。ちょっとこれはちょっとびっくりする。次アーマーガーか。でも、次多分アーマーガーだと思うよ。いや、悩んでますローブ神。大フィアリー、まあここはまあ、あ、でも。ああ、先手技やっぱあるな。ローブ陣なんてそんな強かったっけな。そんな強いイメージないんだけどな。これはちょっと厳しいな。いやでも、これはちょっとあれだね。龍の反応で。ローブ神、そんな強いっけ？いや、強くなかった。そんなんでもなかった。変な反応。あ、龍の肌しっかり前入れていく。
買った。え？びっくりした。今の硬さは。びっくりしたよ。え、なんであんなに硬い？いやでも番技だったら勝てるはずがないよ。あ、そうか、番技対策か、うん、そういうことだと思うんですけどね。いや、どうしよう、戦うで。いや、もう無理ですよ、これはさすがに。向こうの方が。ダメっすね。ボレーインパンチ、耐えないだろ。まあ当たり前か。いや、なんで変な。いや、なんで。いや。いや、なんで。もう変な。これはちょっとどうすることもできなかったな。これはもう積んでた。俺悪くないな、これはずっと積んどんじゃくな。緊張する。対戦相手が見つかりますか。中国人野蛮か。中国人野蛮。絶対改造出てくるべや。それも、もうまるっきり分かってますね。中国人野蛮。野蛮な化け物。どうしよう。研ぎキスでいいか、ここ。やばんな中国人絶対いるな。いや、中国人いいよ。いや、絶対勝ってやるから中国人だけに。いや、やばんな。なんだこれ、左のか。あ、やっぱりそう、やっぱりそうか。つらら脅してくると思うんだよ。こっちの方が素晴らしい。第5区でいきましょう。嫌な予感すら。バカ力無理。耐えない耐えない耐えない。格闘はちょっと無理だよ。どうしよう。ここまあもちろんドリューズでいきましょう。ここタイマックスすべきじゃなかったか。悔やまれますね。で、今ここは、こちらの方がまあ早いと思うので。でも、絶対一発じゃ落とせない。そんな強いっけ？そんな強いイメージないんだけど。これでまあ、同点に追いついて。
なんだ、バン、あ、やっぱバンキか。ここはまあ、一旦まあ、金米してからの方がいいと思う、いいと思うんですよね。なぜかっていうと、まあ、弱点保険入っちゃって、金米してもダメじゃないか、これはちょっと。普通に殴ってくれた。今特防上がるけどもいいよ、ここも気にしなくて。いや、ちょっと自信でいけるか。うん、オッケー。これはまあ正解ですかね。ドラパーか。これはほぼ勝ち試合ですね。うん。砂なんでまあ自信しっかり入れていく。ざまあ中国人野蛮。いや、中国人よ。やっぱ日本人の方が強い気がするんですよね。あと一戦でまあ動画ちょっと切ってみましょう。これでまあ振り出しに戻って、なんかどうしよう、初手パン切れでも突撃ついたらドリューザー必要なんだよな。サザンでいいか、サザンでいくか。うん、サザンでいいと思うんだよ。ここ簡単にはダイマックスじゃダメだな。ちょっと待って、一回一回今まで様子見して、でもダイマックスしちゃっていいパターンこれは。ロトム、うん、いやでも引っ込めてくるボルチェンが初手。ここも安易にダイマックスしない方がいいですね。いや、いや普通に突っ張ってくる場合もあるので、今のあたりも様子見で見てみましょう。どう出るかって感じなんですけど、
迷ってますね。ここ見る。バンギ、でまあここはまあもう決めちゃうから、もうダイアースでいきましょう。あ、ギャラか。これ意味ねえじゃん。引っ込めて出す、引っ込めて出してて、なんか何年か前に流行った気がするんですけどね。今はまあ流行ってないのかな。こっこいや、もったいなさすぎる。これで今たすきつぶしはできたけど、第6区でいきます。いや読めないっすねこれが。もう引っ込めて出してとかもううざいっすね。ちょっとこれちょっと耐えられんじゃないか。悩んでますね。あ、バンギだ。なんだこれは。ちょっとで守るのも大事だけどさ、うん、まあ守ってばっかじゃないかって思うんですけど、ここは第6区で攻撃2段階下げられたら厳しいぞ。ちょっとでな、ここも第6区でいいのに普通に行ってもな。ギャラ重いっすね。今まで威嚇かやめろよ威嚇やめてほしいな。ちょっとじゃあここも引っ込めるのもなしだな。バンギはもうここ捨てになっちゃうか。まあ岩なだり入ればいいが、多分ダイマックスしてくるぞ。ダイマックスしてくる。聞いてないね、うん、ただ素早さ上げられるのはちょっと厄介だな。彼のまあ対ストリームとかそんな感じか。
大草原。でも耐えるんじゃない、タイプ1じゃないから。いやー耐えない。あれギャラドスが持つ草タイプの技って何でしたっけ。それでまあ回復を狙うってことでしょうね。はい、ここは外さなければ OK。 とりあえずまあ岩で行きましょう。普通にまあ普通にここは岩で行けます。多分素早さこちらの方が早いと思うんですけどね。当たれ、オッケー。勝った。シャドウボール特防下げてくるよ。ほんとあたれ、オッケー、勝った。ここでちょっとやめにしよう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それではまた。